ナイスショット。自宅でゴルフの練習に励むのは小林さんファミリー。みんなゴルフどうですか？楽しいです。ゆうきさん、みつきさん、ひさきさん、りんたろうくん、れんくん、ご兄弟みんなゴルフが大好き。家族みんなでできるのは楽しい。小林さん一家は5人の子供たちに加え、お父さん、お母さん、おじいちゃん、3世代でゴルフを楽しんでいます。3世代でゴルフを始めるきっかけとなったのは、おじいちゃんの秀樹さんの影響です。昔からゴルフが好きで、練習場へ行くおじいちゃんについていくうちに、子供たちも自然とゴルフを始めました。今は孫たちと楽しめることに喜びを感じています。自分がこの孫たちと一緒に遊んでいたいだけで教えてたんだけど、それこそ何歳になってもできるから、ずっと長く遊べるから嬉しいなっていうのはありますね。その影響もあって、小林さんたちはNBS が夏に行うジュニアゴルフスクール、ゴルフ好きになーろに2年連続で参加。ひさきさんは100ヤード超えのナイスショットを見せてくれました。ドキドキしたり楽しかった。自分の中ではうまくいった？うん、100点です。何年か前まではなんかこんな風に楽しめると思ってなかったので、意外とみんながちゃんとハマってくれてよかったなと思ってます。そんな小林さん一家、練習の拠点は自宅の1階。お父さんが改装し、学校から帰ってくると子供たちはここで練習をしています。上手。今のいいよ。これあるよ。すごい。ここに入れる用の。違うこと言って心配すると泣くから。自身が言ったから。まあ練習場ではなんか大丈夫だけど、本番で泣くのかな。悔しいの。悔しい。いいね。あともうちょっと強く打ってればいいんじゃない。強く言っちゃう。家族と一緒にやると、あの妹とかお姉ちゃんとかママとかにライバル心が生まれて、ちょっと越したいなって思います。こうやってやっとけばいつか抜かせるんだろうなと思いながらやってます。ママを越せそうです。自信はある？超あります。先に当たった。一番意識してるのは足かな。足が、まあ足が一番大事だと思います。開いてる方がなんかダフりやすいから、閉じてた方がダフりにくい。男の子たちも黙々と練習するお姉ちゃんを見習って。ここで練習するのはどうですか？楽しいです。リリ行くよ。お、すごいすごい、はい、ただまだ7歳と5歳、集中力が切れることも。楽しくやれるように、喧嘩しないように、うん、そうじゃないと下にこの子供たちいるときすごい揉めを喧嘩になるんだよね、すぐ。でもそうやって順番で打っていけよみたいになっていくと、だんだんルール守っていくようになるし、楽しいですよ。吉岡さん、お願いします。おー、すごい。先っぽだよね。球は今ここで構えてるから、ここで構えてる。なるほど、すごく分かりやすいですね、ご指導。
おにぎり握ってくんだよね。え、わかめ終わった？パパおにぎり。練習の後はお待ちかね夕食の時間です。この日はみんなが大好きなおにぎり。おばあちゃんの美智子さんも加わり、9人揃ってとっても賑やかです。一番よく食べるのでおにぎりの日が、一升炊いて綺麗にすっきり終わります。一升ですか。なんかおにぎりの日はすごいみんな多分3杯飯ぐらいの日に食べるね。うん、ダメ。まとまりました。やっぱりおにぎりだな。やっぱりおにぎりまとめました。おにぎり一番だよね。コースデビューが今年の目標の末っ子れんくん。そのれんくん、後日念願のコースデビューを果たしました。待ちに待ったラウンドにウキウキ。お兄ちゃんお姉ちゃんに追いつきたいとやる気に満ち溢れているそうです。また子どもたちにはゴルフだけでなくいろいろなことを経験させたいというのが小林家の考え方です。好きなようにやればってみんなに言ってるんだけど、だからあの子もダンスのチョックってやってるんだけど、いいんじゃないかなと。たまたまその競技がゴルフだったけど、あの家族のコミュニケーションのツールとして家族で仲良くやるっていうかできてるのかなっていうのはありますよね。まだね、なんかあのちょっとうまくいかなかったりすると泣いちゃうとかがあるんですけど、なんかそういうのでちょっとあの忍耐とかね、失敗もちゃんと自分で立て直してやっていけるような人ね、まあ、そういうのもね、自分の実力とかそういうのとかね、自分で磨きながらあの忍耐強くっていうか続けてもらえればいいなって思っています。長野県のそのジュニアの支援というかが結構いろんなゴルフ場でやってるので、うん、そういうのを利用してやっぱみんなでなんか本当レジャー感覚で、うんうん、3世代で、ね、年代が違っても同じ競技を同じフィールドでできるってい う, そ う, そういう楽しみがやっぱりあるかなっていうので、とても楽しくできてます、うん、楽しくねやれればいいなっていうだけだから、うん、そのあの技術がどうのこうのとか上手くなってほしいとかっていう気持ちはちょっとはあるけども、楽しみもね5倍6倍とか7倍とかになってきて、うん、本当嬉しい。